オリビエさん、もしよければ明日一緒に劇を見に行きませんか？劇？はい、とっても面白いって評判になってる劇なんです。運よくチケットが取れたからさ、暇だったら一緒に行かねえか？なんでも空の底っていうのを題材にしてるらしいぜ。空の底、空の底、赤き地平のことか。人の子も彼の地の情報を得ているということなのか。しかし誘いは嬉しいが、私はあまり人前に出るべきではないだろう。え？何しろ青少女だからな。あまり人目に触れて正体が露見しては君たちに迷惑がかかるだろう。それに人の子とわざわざ親しく交わる必要もあるまい。あのそんなこと気にしなくていいんじゃないかなって思います。ルリア、だってオリビエさんが青少女だからって、それで何か他の人に迷惑がかかるわけじゃないですし。だよな、それでせっかくの劇を諦めちまうなんてもったいないじゃねえかな。しかし、それにオリビエさんには依頼とかたくさんお手伝いしていただいてますけど、お買い物とか遊びに行ったりとかは全然してないですよね。せっかく一緒に旅をしてるんですから、楽しいことも一緒にしましょう。そこまで誘われて断るのでは失礼というものだな。それじゃあ、ああ、その劇とやら共に見に行かせてもらおう。意固地になって断るのも不自然か。致し方あるまい。これも人の子の情報制度を探る一助となるとでも考えておくとするか。やったー楽しみですね。ね、今宵お集まりいただいた皆様にご覧に入れますのは、かのおぞましき伝承、この空の底、赤き地平の真実の物語にございます。お覚悟はよろしいですかな。ではどうぞ、最後までその目を塞ぐことのなきよう。ドキドキしますね。ルリア、大丈夫か？気分が悪いなら席を外すのも手だ。いえ大丈夫です。せっかくの劇ですし。想像以上に空の世界の人の子は地上の実情を把握しているようだな。しかし、団長殿、
ルリアを少し休ませてやるべきだ。彼女を見ていてやるといい。私は飲み物でも買ってこよう。冷たいものを飲めば少しは気分が良くなるだろうからな。すみません、オリビエさん。大したことではない。気にせず休んでいるんだ。かつてこれほど核心に迫った物語が作られた試しはない。この世界が生まれてそれだけの時が流れたということでしょう。あれは、あれは、あの力と姿、天使長。いや、天使長自身ではないか。もし天使長であるのなら、この威圧感の薄さに説明がつかん。天使長の分け身、もしくは姿を似せた別の存在だとしても、よもや直接的に得意点にコンタクトを取るとは、一体何が起きている。あんた役者志願かい？あんたならすぐにうちの花形になれるぜ。おい、引っ込んでな。そいつはこっちが先に目をつけたんだ。なんて美しいお方、お近づきの印にぜひこのお花を。いいえ、どうかこちらの細工物をお取りになって。うわあ、あちこちでつかみ合いが起こってるぜ。返してくれよ。団長殿、こちらだ。劇場を出よう。オリビエさん。気分が悪いところにこの人混みはきついだろう。さあ早く気空亭へ戻ろう。はい、ありがとうございます。しかしあの男、天使長が派遣したと考えるのが妥当だろうが。天使長の思惑はどこにある？あるいは私の意識と力の一部がこうして封印を抜け出たことを察知した可能性もある。慎重に動かねば。私たちの村が魔物の群れに囲まれてしまってる。村の人は大丈夫なんですか？いいえ、もう何人か大怪我を。私もなんとか包囲を抜けて助けを呼びに来たのです。よく見りゃ姉ちゃんあちこち怪我してるじゃねえか。早く手当てしねえと。私のことはいいんです。それより村をどうか。団員をチームに分ける。なるほど。村を囲む魔物の群れもいくつかの小さな群れに分かれている。かっこ撃破を狙うわけだな。
戦力の分散にはなるが、しかし村に魔物がなだれ込む可能性を考えれば致し方ないか。了解した。作戦に従おう。私は団長殿に同行すればいいんだな。やったな。そこ次、はあ、水場で汚れを落とすとしよう。待て団長殿、焦る気持ちはわかるが、まずは傷の手当てを。急がば回れだ。焦るだけではかえって効率が悪い。この気配、魔物じゃないですよね。でも感じたことがあります。これは、おお、見つけたぞ。赤き竜に青の娘。隔離用の存在か。団長殿の言う通りだ。奴らがこちらに出てくるには一定の手順がいる。中でも奴らの呼び声へ応える者の存在は必須のはず。しかし一体どこでその情報を得た。我に答えた者か。知りたいのなら教えよ。魔物に囲まれてもう何日も経ってどうしようもなくなった時に言われたの。あなた方を呼び出せば私や村の人の命を助けてやるって。そんな、ごめんなさい、ごめんなさい。あなた方が危ない目に遭うってそれは分かってたけど、それでも私たちは死にたくない、死にたくないの。お前たちは人の子を救いたがる。呼び出すことは容易、奪うことも容易。下がるんだ二人とも。団長殿、敵前だぞ。気を抜くな。ビーとルリアをむざむざと渡すつもりか。動揺している場合ではない。隔離用の存在を打ち果たすぞ。それでいい。行くぞ。大なりの底に沈めない。はい、次。完出かけようか。ふん、私のことは計算外だったか。団長殿の力も随分と甘く見ていたようだがな。
これでよし。 B もルリアも奴らに奪われることは我々の利にはならない。私は大丈夫だ。団長殿も大丈夫のようだな。何よりだ。おい、どうなることかと思ったぜ。さて、この人の子はどうする？自分たちが助かるために見知らぬ君たちを生贄にしようとしたのだぞ。断罪せず野放しにしてそれでいいのか？彼女もまた隔離世の存在の被害者か。間違いではないな。団長殿がそう言うなら私は構わない。合流を急ごう。団長殿、疲れているようだな。心身ともにだ。気が高ぶって休めないのか？そうか。では少し私と話でもしよう。団長殿は隔離世の存在の情報をいくつか知っているようだったな。あれはどうやって知ったんだ？夢？夢に天使長が現れ、隔離世の存在について忠告を。そうだったのか。天使長は隔離世の存在を危険視しているのだな。団長殿があの女を許せたのも隔離世の存在について警告を受けていたからか。許せてはいない？そうか、そうだな。団長殿にとってルリアも B も大切な存在だ。意図的に危険にさらした相手を許せるはずはなかったな。団長殿は許せぬことを気に病んでいるようだが、許すことはない。団長殿のその感情は団長殿にとって正当な権利だ。ルリアもそうだが、己の責任ではないことまで背負い込むのはよせ。わかったな。話し込んでしまったな。さあ、今度こそ部屋へ戻って休むんだ。天使長、随分と隔離世の存在の動きを警戒しているようだな。隔離世の存在に目を奪われ、我ら堕天使の動向には気づいていないのか？だとすれば好機。この隙にパンデモニウムに封じられた同胞たちを解放する術を探さねば。